ただいまより江戸川区長定例記者会見を開始いたします。では斉藤区長、よろしくお願いします。はい、改めまして江戸川区長斉藤です。本日はお忙しいところありがとうございます。それでは早速でございます。今日はこの5点についてご説明をさせていただきます。1点目2点目は現状の報告と拡充事業について、3点目は今後の取り組み、4と5番が新規の取り組みという流れでございます。まずはじめに、江戸川区の防災対策、地震水害というふうに、書いてありますけれども、これ今年に入ってからの地震と水害に関わる自然災害です。もうこれは全国的な規模でのことですので、一つずつご説明するまでもないと思いますが、もういつ何時起こってもおかしくないような状態ということであります。そういった中で、ごめんなさい、黄色が地震で青が水害という形になっています。でまず地震のことについて、ご説明をします。地震については減災、もう一つマンホールトイレの整備についてお話をいたします。まず地震でございます。地震の場合は揺れそのものでは人は亡くならない。やはり被害があるのは建物の倒壊と火災というふうに言われております。で建物の倒壊につきましては、ちょっとここには資料ございません。江戸川区は住宅の耐震化率は今 98% で、都内で一番高い数字になっています。区民の皆さんの協力いただいて今98まで来ている。で、この 2% はもうこれから個別に訪問等はしているんですけれども、なんとか100を目指していきたいと思っています。それが建物の倒壊に対する対応で、こちらの資料は火災の方です。主にでこの数字等の出典はちょっとちっちゃくてすいません。東京都の防災会議の資料です。江戸川区が作成ではなくて東京都が作成した資料ということになります。江戸川区の首都直下地震の被害想定、焼失棟数、死者数、出火件数、これはもうご覧の通りですけれども、この中で出火件数は都内で最多ということになっております。マグニチュード 7.3 の、地震が起こったときに江戸川区青く囲ってありますけれども、赤が震度7、オレンジが6強、黄色が6弱ということです。江戸川区見ていただいての通りの、分布という形になっています。先ほど火災という話をいたしました。火災の半分以上は電気が原因です。この対策なんですけれども、感震ブレーカーの設置率の向上、あと初期消火率の向上ですけれども、この数字は、これも東京都の、防災会議の資料なんですが、これを達成すれば死者数、焼失棟数を7割削減することができるという記載がございます。そういった中で、江戸川区は感震ブレーカーの配布事業を昨年度から始めました。区内には35万世帯ありますけれども、全世帯に無償でお渡しをするというものです。ただその中で木密地区の3万世帯は東京都が配布をいたしますけれども、残りの32万世帯は江戸川区が配布するということで行ってきました。昨年度1年間やってきて8万3000世帯が申請いただきました。ただまだ8万3000ですので、この9月から、もう一度追加の受付を行っていきたいと思っています。これは拡充で行っていきたいと思っています。今 28% まで行きましたけれども、これは都内ではトップの数字ということでございます。またこれは配布した全世帯に対する配布の数なんですけれども、もうすでに持っている世帯もあるはずです。東京都の資料ですと、こういう事業をやる前にも 8% の方は持っているというふうに言われていました。
だもしここにこれ配布した数で出してますけど、持ってる方が 8% いればもう 36% ですから、3世帯に1世帯はつけているということにもつながるかなと思います。ただここは数字上の根拠がないので、確かな数字が 28%、そして初期消火率の向上なんですけれども、今区立施設、小中学校保育園等ですね、220箇所に屋外に消火器を設置しています。今これは区役所の前なんですけど、 AED の隣に消火器をつけている。AED も実は昨年度と今年度でこの220箇所に屋内から屋外に全部出して、24時間365日今使えるようにしています。このまず AED の方は今年度中に終わります。その隣に消火器を設置していまして、これは今年中に12月までにはすべて設置が終わる予定です。初期消火の向上にはやはり消火器を使ってということだと思うんですが、実は今区内には2万本以上の消火器がございます。これは民間で設置をいただいている分も含めて、江戸川区が設置しているのは4800本なんですけれども、これはどこにあるかは防災マップ、江戸川区の方で紹介をしています。実はですね、私たち直近の世論調査で、近くにどこに消火器があるか分かりますかという質問をしたんですけれども、 46% の方が知っているという答えを出しています。で、裏返せば 54% の方、半数以上の方が2万本以上あるんですけれども、 どこに消火器あるかわからないとお答えになっています。この2万本というのは江戸川区の人口69万人ですから、そこで割り返せば人口35人に1本はあるはずなんですけれども、きっと目には入ってるんだと思うんですけど、意識をしてないとやっぱりどこにあるかっていうところにつながらないと思いますので、まず今私たちどこにあるか確認しましょうっていうのを一生懸命やってます。例えばこれはすいません、ちょっとお手元にないんですけど、去年の2月の、広報誌の一面では、消火器どこにあるか分かりますかっていうのを出してます。で、この9月1日に、出した広報でも、消火器どこにあるか分かりますかってやってます。で、さらに区内に掲示板たくさんあるんですけど、そこでもポスター貼って、どこに消火器どこにあるか分かりますかっていうのを区民の皆さんに問いかけてます。なんとかこの2万本の場所を知っていただいて、あと使い方については消防署と相談して、いろんなイベントで消防署の方、消防団の方が使い方をイベントの中でいろいろご説明をいただいています。また広報誌等にも記載をしてありますけど、こういったことを進めて、先ほど申し上げましたこの 25%、60% を達成して、死者数と焼失頭数を7割削減したいと思っています。続きまして、トイレの整備についてご説明します。やはりトイレは命を支える社会基盤サービスの一つだというふうに思っています。この上に書いてあるのは、ある民間の調査で、急にお腹が痛くなっても大丈夫な街ランキングで1位ということで、首都圏1都3県ですね、公衆トイレの数が476箇所ということで、このような評価をいただいているところなんですけれども、いざ災害時なんですが、私も令和3年なんですが、災害時のトイレの計画を作りました。そして今整備を進めているんですけれども、目標は9122基です。この数字はどうやって出したかといいますと、避難された方50人に1基という計算です。50人に1基の計算で9122基ということです。江戸川区の人口69万3000人いますけれども、避難される方は45万人という想定を出しています。その中で
50人で割ってきますとこの数字になってくるということです。で現状は今この数字でございますので、まあ、89.5% の整備率ということで、これは整備を進めていきたいと思っています。特にマンホールトイレにつきましては、今公園でできるだけ多く配備をしておりますし、作っておりますし、今学校では5基から7基マンホールトイレをつけています。まあ、当然マンホールトイレだけではなくて防災井戸も一緒にペアで水で流す必要もありますので、いくらマンホール直結だったとしても、防災井戸とペアでこれの整備を進めています。マンホールトイレであれば都内でまだ2番目、1番ではございません。1674つけたものはここに書いてある通りです。これ民間の分も入っております。目標は最初のページにあります2216ですけれども、今はまだ1674ということです。公園に設置されているマンホールトイレ、これだけ見ますとベンチになってますけれども、実際は近くに他にもベンチがありまして、その下に長いベンチがありまして、その下にパネルが入ってます。で実際はパネルを組み立てて、トイレプライバシーも確保するようになってます。前はテント型だったんですけれども、透けて見えたりとかしますので、パネルであれば安心だということで、今はパネルの設置を行うようにしてますし、それも同じ公園内に格納しております。トイレの整備はこれからも災害時のために進めていきたいと思っています。続きまして水害の対策です。ここでお話したいのは国土交通省との連携プロジェクトについてです。少しすいません、背景等をご説明しますけれども、まあ、過去にありました災害で逃げ遅れた方が被害に遭っています。その逃げ遅れる方というのは、やはり要配慮者利用施設、高齢者や障害者の方の施設ということでございます。要配慮者、水防法の定義がここに書かせていただいてますけれども、まあ、高齢者、障害者、子どもなどが利用する施設、高齢者施設、障害者施設、小中学校、保育園、病院で、そこに8万9000人が利用をされています。一番多いのが小中学校で4万7700で、その次が保育園、幼稚園で2万1700という形になります。まあ、それ以外にも高齢者施設や病院という形でつながってきます。この水防法の中で避難確保計画を作成、報告が義務化されています。で、避難訓練の実施も義務化されています。江戸川区の現状をお話ししますと、避難計画が 87% の作成率です。まあ、区としては説明会を対象施設にやったり、計画のフォーマットを作成提供、まあ、作りやすいような形での支援を行っているということです。で、また避難訓練については 80.2% の施設で実施をしています。この計画に基づく訓練を一度以上実施したことがある施設が982施設でありまして、この実施の施設数は23区で一番ということになっております。そこで最初にお話した国土交通省とのプロジェクトなんですが、この取り組みを評価いただきまして、この全国の要配慮者利用施設への支援促進につなげるためのプロジェクトを一緒に作りましょうということになっています。片田先生、まあ、釜石の奇跡で有名な、片田先生は江東5区で広域避難推進協議会のアドバイザーもしていただいてますけれども、参加をいただいております。で、今後何やるかということなんですけれども、ヒアリングを行う、アンケートを実施します。そのアンケート結果を踏まえて自治体施設向けの支援方針を検討していきます。そして
江戸川区をモデルとした支援方策の報告書を、国の方で発表するということになっています。なんかすいません、これ江戸川区っていうなんか江戸川区の PR してるみたいなんですが、国の方でこういう形でおやりになるということだったんです。今そのまま書かせていただいちゃっておりますので、よろしくお願いいたします。続きまして2つ目です。自殺で亡くなった区民との関わりに関する分析結果と対策についてご説明をいたします。まずはじめに、この説明全般なんですが、どうしてもプライバシーの関係、個人が特定できないようにという部分も一方ではございまして、お出しできるギリギリの資料を出しているということで、ちょっと不明瞭な部分があるのはお許しいただければと思っています。不明確な部分ですね。これは江戸川区の数字です。この折れ線が自殺で亡くなった方の数です。平成23年がピークで179人おいでになりました。ずっとこう下がってきたんですけれども、平成28年以降はですね、上がったり下がったりの繰り返しになっています。下の棒は男性と女性の数を示しています。男女比で言えば、ちょうど平成30年は3対1ぐらいの割合だったんですけれども、今は2対1ぐらいになってきているということでございます。そしてじゃあ江戸川区は特徴的なものがあるかということで、これ死亡率です。人口10万人あたり何人がお亡くなりになっているかということなんですが、まず青の折れ線が国、オレンジが東京都、緑が江戸川区です。こうやって見ていただきますと、国と東京都は同じようなこう傾向になってますが、江戸川区の方はちょっとジグザグになっています。これは絶対数が江戸川区少ないもんですから、ちょっとこのような形になっていますが、平均をしますと国や都と同じような水準になってまいります。そういった中で何をやってきたかということなんですけれども、2016年の4月に改正自殺対策基本法によりまして、自殺対策の計画策定が義務化されました。で、私どもの方は、江戸川区だけではなくて3社でこれを作りました。3社のうちの1つが NPO 法人自殺対策支援センターライフリンク、もう1つが日本財団、協定を結びまして、ここで、計画を作り、計画作った以外でも、研修を職員向けに行ったり、SOS の出し方の、授業をやったり、そういったような取り組みをやってきました。計画は2018年にできました。それ以降なんですけれども、さらにちょっと分析を深めていくということで、先ほどお話ししました命を支える自殺対策センターと連携協定を結びました。もう少し突っ込んで分析をしましょうということ で、これ何を分析したかというと、区との関わりです。自殺された方と区との関わりを分析をしました。自殺統計報告のある1年、これは申し訳ございません、何年ということはなかなかお話しできなくて、ある特定の1年間のうちに人口動態調査で判別された区民103名の調査をしました。その103名が江戸川区と関わりがあったかどうかということで、この期間で江戸川区全部の部署で確認をしていきました。その結果なんですけれども、まずその103人の内訳です。これは年代別で男女別になっています。男女比6対4、50代の男性が多い。これは全国的な傾向と同じです。で、相談の内容なんですけれども、これが国が出している江戸川区の数字です。同じ時期ので、こっちが江戸川区です。一番大きい健康問題は変わらないんですけれども、ちょっとこの辺が交際だとか学校、
区の窓口で交際を相談するというところがなかなかないからか、ここの部分の数字が上がってきておりません。まあ、その分経済生活を苦にされたという方の相談があったということです。まあ、平均で4つ以上の背景ということになっています。で、103名のうちにそれぞれの部署でできる限り過去に遡って調べたんですけれども、8割以上の方が江戸川区と関わりがありました。江戸川区の行政と関わりがありました。どういう場所で関わりがあったかということなんですけれども、これは区役所の中の課の名前でちょっと分かりづらくてすいません。まあ、例えば納税課とかそういうのはお分かりになると思うんですけれども、ここで区民課とか事務所って書いてあるのは、これは戸籍とか住民票の移動ですね。住所の変更とか名前の変更によるものです。で、この青は手続き関係です。主に赤が相談というふうに見ていただければと思います。まあ、介護保険だったり障害だったり生活保護だったり、まあ、保育、児童相談所、健康推進というのは健康行政やってるところですから、まあ、医療保険であれば保険料の支払いとかそういったところで相談に来てます。このワクチンの部分なんですけれども、数字が多かったです。で、亡くなる前にワクチン受けてる、接種されてる方もいます。やはりこう行きたいというのは、でも、まあ、ワクチンは本当に行きたいという思いの一つで受けられてるんじゃないかと思うんですけれども、でも結果はこういうふうになってしまったということがこういった数字からも見えてきました。特徴なんですけれども、これは自分たちの反省点も含めております。相談窓口に来ているんですけれども、手続きだけで専門職などにつながっていない例があった。また数年前までは頻繁に窓口に来てたんですけれども、その後関わりがなくなって連絡を取っていない方、取れていない方もいた。死亡前の 2,3 ヶ月であれば精神疾患治療中で複数の関係機関と関わりがある方がいた。一つの窓口のみの相談で他の部署との関わりのない方がいた。税や保険料を滞納されている方がいる。まあ、死亡前全期間できるだけこう遡っていくとですね、要因を複数抱えている方、またこれはその時点で入院中や施設入所中の方もいたということです。まあ、これが課題反省点だと思ってます。自殺対策は全庁で取り組むという区の職員の意識に差があった。例えばある職員では、 この相談で自殺の窓口相談していいんだろうか、かえって失礼になるんじゃないかというような思いを持った職員もいます。そういった中で踏み込めなかったというような部分、あるいはですね、督促、例えば税金や保険料の督促をしているとどうしてもお支払いについてのこの話をしなければいけません。一方ではこう悩んでる方に対してどこまで踏み込んでいいかっていうところ、まあ、納税とかで言えばですね、払っていただくという、それが業務なんですけど、それを行うことで、かえってこの傷つけることにつながってくるんではないかというような部分ですね。まあ、ですから現状の支援にある一定の限界はあるんだというふうに思っています。またですね、専門職による対応であっても自殺に至ってしまう事案があったということです。まあ、これは医療職だったり、まあ、それ以外の専門職であったりするんですけれども、相談をしている最中であってもこういうことがあったということであります。これからどうするかということなんですけれども、これは難しい部分も大変あります。
すべての職員がゲートキーパー研修を今受けてます。これ正規職員だけじゃありません。指定管理だとか会計年度任用職員とか委託業者の皆さんにも受けていただいて、要は江戸川区で働いている方たちにはゲートキーパー研修を受けていただいていますし、これからも受けてもらいます。新しい方については、まあ、理念の共有、2つ目の支援力の向上ですけど、まあ、これは1つの部署で終わるんではなくて、しっかりこれ連携取っていくということが今回改めて大切だなというふうに思いました。まあ、ですから1つの部署、1人の個人ではなくて組織で支援力を強化していきたい。でまた支援者なんですけれども、例えば相談受けていた方がお亡くなりになると、これはやっぱり相談に乗っている支援者側ももっとこうしてあげた方が良かったんじゃないかとか、やっぱりいろんな形で悩んでしまいます。やっぱりその心理的負担をフォローできる職場体制づくり、これは支援者側なんですけれども、まあ、専門的な知見者により支援者を支える体制も作っていきたいと思っています。自殺対策しっかりやっていきたい。それなぜかという部分はもうここに書いてあります。自殺者が一人でも減るということは暮らしやすい地域であるということだと思っておりますので、ここはこれからも、まあ、悩みながらになるかもしれませんけれども続けていきたいと思っています。話題が変わります。ここから先は、ここから先じゃない、ごめんなさい、2100年の江戸川区今後の取り組みについてご説明をしていきます。これは以前この場でもご説明したことがありますけれども、江戸川区の将来の人口は2100年76年後には人口推計では半減します。まあ、一方で少子高齢化が進みますので稼働年齢層は半減ではありません。6割減ですので、おのずと区の収入も6割減になってきます。公共施設も今のまま建て替えることができませんし、改修もままならなくなってくる。そういった中で2100年を見据えてどうするかということなんですけれども、令和4年ですけれども、2100年の江戸川区という長期計画を作りました。で具体的にはですね、去年アクションプランというのを作ったんですが、今日すいません、お手元に置かせていただいてます。これ広報誌8月15日号なんですが、ここで区民の皆さんにいろいろ問いかけを始めてます。7ページからなんですけれども、これ7ページから振って抜けるようにしてるんですけれども、7ページから22ページまで、7ページでは今お話したような現状を書いています。で、まあ、今江戸川区がこういう現状にあって将来こうなる、だからこうしたいということを ここに全て歌っているんですけれども、まあ、これ全部見ていただくと、ちょっと後ほどでももしお時間があったらちょっとこちらの方でお話をさせていただきます。今は歳入と歳出のバランスが取れています。ただ将来は少子高齢化で福祉サービスへのお金が間違いなくかかっていくと思っています。一方では歳入の方は人口減で減っていきます。そうするとこのバランスが取れなくなってくる、歳入と歳出のバランスが取れなくなってくる、それが将来の姿だと思っています。ですのでこれを区民の皆さんに投げかけたいと思っています。行政サービスの水準、皆さん高いレベルがいいですか、真ん中ぐらいがいいですか、低くてもいいですか。でも一方ではこれは高い、ここでは福祉と書いてありますけど、まあ、福祉はもう行政サービス全般と見ていただければ、高い福祉を望むんであれば申し訳ないんですけど高い負担も追っていただくことになりますと。現状のままいいということであればこれ以上上げませんけれども、その場合は
サービスも見直しをさせていただきますと。で、要はここがペアになっているということですね。高福祉、高負担、中福祉、中負担、低福祉、低負担。これは皆さん誰もが高福祉、低負担がいいと思うんですけれども、それは選択肢としてありませんということをしっかり書き込んであるつもりです。で、じゃあ江戸川区はどういうふうに考えるか。私自身はやっぱりサービスを一部見直す必要があると思ってますし、負担も一部増やす必要があると思ってます。それによって中福祉中負担の実際にしていくべきだというふうには思っています。で、あとこれを見直しをするんだったらいつからかということなんですが、もう財源今あるんだからいいじゃないかと、財源なくなったらやればいいという考えもありますけれども、やはり人口の減に合わせて、サービスも徐々に変えていくという方が望ましいというふうに思っています。これは要は人口減に合わせて下げていくという形になります。この8月15日号を出してからいろんなご意見いただいてます。例えば受益者負担の適正化に賛成だと、受益者負担も書いてます。で、縮小だけじゃなくて強化策も打ち出してほしい。来庁しなくても良い区役所を目指すなら区の職員は減らすべきだ。小中学生に意見聞きました。ほどほどの負担、ほどほどのサービスが良い。税金を増やせばいい。子育てしやすい環境を作ってほしい。あと団体からは未来を語るのは重要、厳しい現実かもしれないが正直に伝え区民に認識してもらうことが大切ではないか。さまざまな形で区民の意見を聞くことは大事なこと。子育て世代の教育負担、育児負担の軽減を進めてほしい。こういう声をいただいています。その中で小中学生については、先日ですねワークショップをやりました。ちょっとその様子を映像で数分なんですけどご覧いただければと思います。今日はぜひ皆さんと一緒に江戸川区の将来を考えていきたいというふうに思っています。そして2100年の将来になりますと主役は皆さんです。ですから皆さんの声を今日しっかりとお伺いをして、これから先の江戸川区どういうふうにしていけばいいかというところを考えていきたいというふうに思っていますので、よろしくお願いをいたします。学校とかが古くなった時に建て替えられないとなると避難所が減ってしまうとなってるんですか。はい、ちょっといい、これをこれに混ぜちゃえばいい、住みやすい、住みやすい。2100年理想の江戸川区について私たちはこう考えました。さまざまな国の人たちが共に暮らせる町にできたらいい。子孫が自分たちと同じような生活ができる。今みたいにお祭りなどがある2100年であってほしい。図書館などの空いている部屋を使って交流できる場所を作る。スポーツ施設、コミュニティ会館など2100年でもイベントが続いている江戸川区。人が減った分 AI が代わりに活動してくれるような未来。江戸川区のいいところをアピールして人口を増やしていく。理想を実現するための行動では個人のお金の使い道を見直す。空いている土地や施設を活用しお店を出し人を、江戸川区に呼び込みたいです。江戸川区の特色や抱えている問題などを大人になった時に子どもに伝えて次の世代にも引き継いでいく。積極的にイベントに参加する。コミュニケーションを取り続ける。安全に遊べるように公園の遊具を定期的に職員や町会の人が確認をする。増税で集めたお金を使ってその学費や医療費に充てたり福祉サービスに充てて皆さんが年を取った時にいいサービスを受けれるようにしたい。子育て支援を充実させ住みやすい町にする。施設を複合化して浮いたお金を少子化対策にする。はい、ありがとうございます。こういった意見なども聞いてます。繰り返しになりますけれども区民アンケートを10月にやりたいと思っています。
小学校5年生以上でやりたいと思っています。まあ、今小学校中学生は全部タブレット持ってますから、ネットでの投票ももちろん可能にしていきます。そして先ほどお話しました高中って3択で選んでもらおうと思っています。最初は江戸川区の考え方は中福祉中負担なんで丸か×かというふうに投票してもらおうと思ったんですけれども、それですと×の方の意見が1番なのか3番なのか分かりませんので、それでしたら最初から3択で聞こうというふうに思っています。これはもう小学校5年生以上全区民を対象に実施をしていきたいというふうに思ってますので、これはなるべく一人でも多くの方に投票してもらうように、アンケートに答えてもらうようにこれからしっかり周知していきたいと思ってます。今見ていただきました広報の意見は今週の13日まで募集してますので、意見集約をしまして、その意見は、ホームページ、量が多いんでホームページになると思いますけど、全部紹介したいと思っています。でその上でいろんな意見でこの先ほどの8月15日号の内容を私たちが変えるのか変えないのか、変える部分が一部あるんであれば最終案を確定して、その上で先ほどの3択を出して皆さんどれがいいですかっていうことをやっていきたいと思っています。そしてその3択の中で選ばれたそのサービス、福祉と負担ですね、それに基づいてこれからいろいろな施策を展開していきたいというふうに思っております。これについては以上です。続きまして4つ目です。多文化共生センターのオープンです。まず江戸川区の、外国人住民登録者の状況です。この20年間で2倍になりました。今4万6000人を超えているところです。全国1741の自治体で外国人の登録者数は上から10番目ということになります。まあ、江戸川区で多いのは中国、インド、韓国という順ですけれども、特徴的なのはインドがこの1741の自治体の中でも一番多い人数ということになっています。まあ、23区では新宿に次いて2番目ということで、まあ、先ほどの2100年には5人に1人が外国人となる計算となっています。なかなかご意見聞くの難しかったんですけれども、全世帯に聞きました。外国人が、世帯主である2万2000世帯に、先ほどは人数です、世帯で言えば2万2000世帯ですので全世帯にアンケートを出しました。ここに書いてあるような感じですね。まあ、回答率は 13.1% と、まあ、あまり高い数字ではありませんでしたが2800世帯から回答をいただきました。その中の質問です。あなたは近くに住む日本人と交流がありますか。付き合いのある日本人はいない 41%、 挨拶程度の人がいる 30% ということで、7割の外国人が日本人と、まあ、ほぼ交流がないということが分かりました。そして取り組んでほしいことは何ですかという質問です。一番多いのは相談窓口情報発信、次に日本語学習、3つ目が多言語対応をしてほしい、4つ目が偏見や差別解消の啓発、最後が交流機会の創出ということです。多文化共生センターを、作るにあたってどういう機能があればいいと思いますか。これに対する答えで一番多いのは日本語を学ぶこと、日本人と交流できる、生活相談、まあ、生活習慣を学ぶことができる、またイベントという順になっています。こういったアンケートを受けまして、来月の10月26日に多文化共生センターを作ります。タワーホールというのは船堀駅前に、都営新宿線の船堀駅前にあるんですが、ここで3階のフロアで行いたいと思ってます。休みは日月という形で行っていきます。できたことについては外国人のみの世帯に、すべての世帯にハガキを送りますし、まあ、区の持っている媒体でお知らせをしていきます。職員体制は6人体制で行っていきたいというふうに思っています。そこで行うことなんですが主に3つございます。相談窓口、
対面では3つの言語、電話では13、今ホームページでは121の言語で簡単なこうやり取りができる。チャットポットでは108言語になっています。日本語の教室も行っていきます。また交流イベントも行うことで、できれば偏見や差別の解消、相互理解の促進につながればというふうに思っております。最後の話題です。塩沢江戸川荘、これ区民の保養施設ですけれども、温浴棟がオープンしますということです。これは昭和63年にできました、新潟県の南魚沼市にある区民の保養所なんですけれども、稼働率は 83% ですね、直近の数字で。この建物がきっかけで南魚沼市とも、友好都市の盟約を結んだりしています。子どもたちやあるいはイベントでさまざまな交流を行っています。今まで温泉じゃなかったもんですから、やっぱり宿泊は食事と温泉でしょうって、温泉が欲しいというような声をいただいています。あるいは地元住民観光客の対応、車椅子対応もできればいいですねということで、10月19日にオープンしますけれども、広さは下に書いてあるような形です。8種類のお風呂を作ります。で、大きな浴槽は車椅子のまま入浴可能なものになってきます。2階3階が浴室で男女という形なんですけれども、1階は食事どころや休憩スペース、イベントができる場所にしていきたいと思っています。料金は書いてある通りです。江戸川区民と南魚沼市民が同じ金額という設定をしております。あとはですね、これから議会が来週から始まります。いろいろな提案、今お話をしたようなもののほかにいくつか提案はありますけれども、主なものは今日ご説明をさせていただいた内容というふうに捉えていただければと思っております。また今日ご説明した内容1番から5番につきましては、それぞれ担当の職員電話番号をここに記載しております。お手元の資料にも、あるかと思いますので、よろしくお願いいたします。雑白ではございますが、私からの説明とさせていただきます。ありがとうございました。